2013年から東南アジア、タイとインドネシアで中学生のサッカーキッズに対して奨学金事業を行ってきました。その中でタイでプロフェッショナルなサッカー選手を作りたいよねと、ヤンマーグループとして散々タイに40年にわたってお世話になってるんだから何か貢献したいということで、ヤンマー若花サッカーアカデミーという NPO 事業を作ったんです。2016年から活動をスタートしました。プロジェクト設立の目的はタイにおけるプレミアムなフットボールアカデミーを運営することであります。2つ目はこのプロジェクトに参加する才能あふれる学生に奨学金を支給することであります。この山岡花坂アカデミーを支援するステークホルダーについて説明したいと思います。 BG パトゥンユナイティッド、 BG グループ、セレッソ大阪、そして最後はヤンマーグループであります。ヤンマーは100年以上の歴史を持つ世界的な工業機械メーカーであります。バンコグラスの方でオーナーがですね、土地を提供してくれて、ファシリティはヤンマーサイドがやりましょうということで提携したと。セレッソ大阪の方からですね、コーチを定期的に派遣していただいて今に至ってます。สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือบริษัทยามาประเทศไทยเป็นบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยให้การสนับสนุนแล้วก็ดูแลในเรื่องของโครงการ YHA เป็นมูลนิธิที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนนะครับแล้วก็มาสร้างโครงการที่เมืองไทยร่วมมือกับทางBGPU ให้การเด็กๆนะครับได้มีการพัฒนาทักษะได้ไป เล่นที่สโมสรเซเลโซโอซาก้านะครับ10年以内にタイはワールドカップ出ると思うんです。その中に今のうちのアカデミーの選手がですね2人か3人入っていることが目標であり、まあ、十分届くんじゃないかなとは思っています。 A sustainable future Myanmar